皆さんこんにちは。こんにちは。本日はこのような場でレクチャーをさせていただくということで大変緊張しております。このような機会を与えていただきましたザ・コンペティターズ・コミッション・オブ・ジャパン合ってますか？感謝したいと思います。ありがとうございます。はい、さあ、本日私たちがお話しさせていただくのは、チャチャチャについて、講習をしたいと思います。皆様チャチャチャどのようなイメージを持たれているでしょうか？軽快なダンス、足数が多くてちょっと大変、忙しすぎかな、でもまあ楽しいダンス、そんなイメージ持たれていると思います。僕も同じようなイメージを持っているんですが、コンペで踊るチャチャチャ、最初のダンスです。よく踊るためにはチャチャチャの音楽についてまず皆様に理解していただく必要があるかと思います。チャチャチャの音楽を皆様カウントされるときにどのようにカウントされるでしょうか？おそらくほとんどの方が2、3、チャチャチャ、2、3、チャチャチャというふうに始められると思います。このカウントの取り方を僕たちは1、2、3、チャチャ、1、2、3、チャチャというふうに取っています。2、3、チャチャチャというのはおそらくステップの始めが2からということと、種目の名前がチャチャチャというところから、チャは3つ入れときゃいいだろうと、3つ入れないとチャチャチャじゃないだろうという考えもあるかもしれませんが、実際に音楽のビートバリューを考えますと、チャチャチャという音は2分の1拍、2分の1拍、1拍というふうに3つの音はそれぞれ違う音の長さになっております。ですからそれを同じ音の長さと考えてしまいがちなんですね。チャッチャッチャと取ってしまいますと。ですから1、2、3、チャッチャ、1拍、1拍、1拍、2分の1、2分の1といった形で音楽を取っていただきますと、非常にチャチャチャらしい動きが出てきます。まず足を揃えて、踏み替え動作からやってみたいと思います。ワン・ツー・スリー・チャチャね、はい、せーの、ワン・ツー・スリー・チャチャ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 、これがツー・スリー・チャチャチャとなりますと、ツー・スリー・チャチャチャ、2、3、チャチャチャ、2、3、チャチャチャというふうに、第一アクセントである1というのが小節を数え始めるおしまいの部分に来てしまいます。そうしますと音の強さというものが表現できません。もう一度やってみます。2、3からいきましょう。4、1、2、3、チャチャチャ、2、3、チャチャチャではなくて、1、2、3、チャッチャ、ワン、ツー、スリー、チャッチャ、ワン、ツー、スリー、チャッチャ、ワン、ツー、スリー、チャッチャといった感じです。何も言い方変えてるだけじゃないんですよ。まあ言い方もちょっとあると思うんですけどね、はい、このように撮っていただくとチャチャチャは非常にスムーズに踊れると思います。ワンから言い始める、ワン、ツー、スリー、チャッチャ、ワン、ツー、スリー、チャッチャ。そして体重移動のことに関して少しお話しさせていただきますと、ダンスは皆さんご存知の通り、音楽を体を使って表現するというものであります。特にダンスの場合は体重の移動によって表現する場合が多くあります。ですからこの体重の片足から片足への移動がステップの音の長さになるわけです。その音の長さを表現する上で、一拍の時に乗せる体重の音の長さと2分の1拍の時の音の長さは当然違うわけです。ということはアクションもそれだけ抑えられるものでなくてはなりません。仮にタイムステップを踊っていただきます。2、3、チャッチャ、ワン、2、3、チャッチャ、ワン、2、3、チャッチャ、ワン、2、3、チャッチャ、ワン。この時に僕はワン、2、3と言葉を発した時の体の動きと
チャッチャッという時のアクションの大きさは少し違いがあります。違いがなくてはなりません。当然2分の1拍しか音がないわけですから、チャッチャッというふうにたくさん動こうとしてしまうと曲に遅れてしまいますし、少し動きが散漫にもなってしまいます。ですから1、2、3の時は大きく、チャッチャは音が短いですからそれだけ小さく、チャッチャ、1、2、3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 、チャッチャ、1というふうに。もう時間来ましたかね。ああ、まだですかね、はい、と、非常にチャチャの特徴を捉えていけるのではないかなと思います。先ほど少し申し上げましたように、チャチャチャのアクセントというのは第一アクセントは1、第二アクセントは3というふうに言われております。当然このルールは守るべきことだと思いますし、種目のキャラクターを生かす上で大事な要素だと思います。しかしずっと1と3にアクセントを置くと、ちょっとですよ、つまんないかなって思います。1以外のところにアクセントがあっても踊りの中ではいいのかなと僕は個人的に思います。そこで今日僕たちが、皆さんに提供したい、考案なんですけれども、4小節を1つのグループとして考えまして、それぞれ別のところにアクセントを、そういった形でグループを構成していくと大変面白いものになるのではないかなと思います。何言ってるか多分よくわからないと思うんですけれども、最初のアクセントは1 1 2 3、チャッチャ、次の小節は2に置きます。2 2 3、チャッチャ、3小節目は3 2 3、チャッチャ、次の小節はすべてエンドカウントです。4、1、2、1、3、1、4、1。そして1小節目に戻ります。1、2、3、チャッチャ、2、2、3、チャッチャ、3、2、3、チャッチャ、4、1、2、1、3、1、4、1、1、2、3、チャッチャ、2、2、3、チャッチャ、3、2、3、チャッチャ、4、1、2、1、3、1、4、1、1。といった形で。こうするとよりリズミカルな表現になると思いますし、要所要所のところでしっかり1と3のアクセントが入れられていると思いますので、チャチャっぽくといいますか、よりいろんなリズムを表現するに今初めて聞いてみたいな顔してるけれどもちゃんと打ち合わせしてるんですよ、はい、皆さんシューズ履かれていますか。見たところによると1列目の方はモダンシューズが多そうなんですけれども、私ラテンできるわっていう方、ラテン踊れるよっていう方、簡単なステップを少し作りましたので、ぜひ皆さんに挑戦していただきたいなと思うのですが、少し出てきていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。できましたらカップルがありがたいです。カップルじゃない方もそれぞれ男性のステップ、女性のステップありますので覚えていただければなと思います。はい、ありがとうございますユニセックスの方ですかどちらがどっちですか。女ですか。じゃあ立ち位置が違いますねはい、ありがとうございますはい、まず男性のステップから簡単に説明します。1、2、3、チャッチャ、2、2、3、チャッチャ、3、2、3 and 4 and 4 2 3 チャチャ1。はい、そうですねもう一度いきます。ベーシックムーブメント1 2 3 チャチャ2 2 3 チャチャ3 2 3 チャチャ4 2 3 チャチャ1。女性のステップは右足交代から1、2、3、チャッチャ、2、2、3、
チャチャ3 2 3 4 and 4 2 3 4 and 1という動きになります。 OK。 難しい、難しい。もう一回いきますね。もう少し詳しく説明します。男性はチェックドフォワードウォークからサイドシャッセ、交代リプレイスシャッセ、チェックドフォワードウォークからスリップバック、足を揃えて右足ランジライン、体重移動サイドシャッセで女性とサイドバイサイドになります。女性は右足交代から2 3シャッセチャチャ1チェックドフォワードウォーク2 3チャチャアンダームターン2 3フォワードロックから右に90度回転をするチェックドフォワードウォークから男性によって回転されますが、その時のタイミングは2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 1です。すいません、アンダームターンからいきます。2 3 4 and 1 2 3 and 4 1。僕が間違えてるそうです。2 and 3 and 4 1。合ってますか？合ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ僕のカウントで皆さん、踊ってみていただいてよろしいでしょうか。最初は左足体重、女性は右足体重でよろしくお願いいたします。いきます。2 1 2 3 4 1 2 3 cha cha 2 2 3 cha cha 3 2 3 4 and 4 2 and 3 and 4 1。皆さんできてるっぽいですね。できてるっぽいです。競技選手ですね。すいません、次のグループいきます。いきます。男性はチェックドフォワードウォーク2ロンデシャッセ3 4 and 次にククラチャ1 and 22もう一度ロンデシャッセ3 4 and 1。 タイムステップ、2 3 cha cha 1 2。 お休みのシンコペットタイミングでボルトアクション and 3 and 4 and 1 となります。女性もほとんど同じです。12チェックからロンデシャッセ4 and 1 and 2 3 4 and 1。 タイムステップ2 3 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1。 第2グループ終了です。まさかの第3グループまでです。そんなに もっといいですか、もっとやりましょう。第一グループからもう一度お願いします。いきます。1 2 3 4 1 2 3 cha cha 2 2 3 cha cha 4 2 3 cha cha 1 2 3 4 and 2 and 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4 2 and 3 and 4 and 1。 素晴らしい、皆さん、さすがプロフェッショナル。はい、続きいきます。いや、すごく早いです。1で終わりました。スロータイミングのチェックドフォワードを起こします。2 3。2人とも右足交代4、左足横 and 1。 そうです。男性は左手、女性の左手を持ちまして男性の肩の後ろに回します。
two, three, lock action, four and one, 体重移動、two, three, four, one。男性だけ体重を左足に戻します。and two でお互いに近づきます。two, three でお互い離れます。three、女性はボルトアクションにまた戻ります。男性もボルトアクション。右足を少し後ろにずらします。four and one。これで最初かな。two。ね、最後はちょっと難しいですね。もう一度いきます。 One, two, three, four and one, two, three, four and one, two, three, four, one and two, three, four and one。ここで最後です。ここで最後ですから安心してください皆さん。最初からいきます。じゃないです。2 3 4 1 2 3、チャッチャ、2 2 3、チャッチャ、3 2 3 4 4、 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4、 and 2 and 2 3、four and three, two, three, four and four, two and three and four and check the forward walk, two, three, four and two, two, three, four and three, two, three, four, four and two and three and four and one。 ちょっとね、難しいですね。わかりました。じゃあちょっと2人で離れてみましょう。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー、チャッチャ、ツー・ツー・スリー、チャッチャ、スリー・ツー・スリー、チャッチャ、フォー・アン・ツー・アン・スリー・アン・チャッチャ、ワン・ツー・スリー・フォー・アン・ツー・アン・ツー・スリー、four and three, two, three, four and four, two and three and four and one, two, three, four and two, two, three, four and three, two, three, four, four and two and three and four and one。 ちょっと最後はややこしいですね。柱の陰で見えない。じゃあ見えるところに移動してください。このステップ、3グループやっていただきましたが、その特徴は先ほど説明しました1小節目の1のアクセント、2小節目の2のアクセント、3小節目の3のアクセント、4小節目は全てエンドカウントですので、4小節目には少し足数の多いステップになっておりますので、そういったところを少しこう、まずはルーティンを覚えることだと思うんですけれども、そこに組み込んでいただけると、チャチャチャの表現に少しボリュームが出ると思います。もう一回いきましょう。じゃあ1 2 3 4 1 2 3、チャチャ、2 2 3、チャチャ、3 2 3、チャチャ、フォーアンツーアンスリーアン、チャチャ、ワン、ツー、スリー、フォーアンツーアンツー、スリー、チャチャ、スリー、ツー、スリー、チャチャ、フォーアンツーアンスリーアン、フォーアンワン、ツー、スリー、フォーアンツー、ツー、スリー、フォーアンスリー、ツー、スリー、フォー、フォーアンツーアンスリーアン、フォーアンワン。なんとなくできますか？もう一回、もう一回いきましょう。じゃあすみません、少し右側に流れるルーティンなので少し、はい、
左側に最初立ってください。いきます。アクセントを僕が声の大きさでお伝えしますので、少しそれにこう皆さんも感化されていただければなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、チャッチャ、ツー、ツー、スリー、チャッチャ、スリー、ツー、スリー、チャッチャ、フォー、アン、ツー、アン、スリー、アン、フォー、アン、ワン、ツー、スリー、フォー、アン、ツー、ツー、スリー、チャッチャ、スリー、ツー、スリー、チャッチャ、フォー、アン、ツー、アン、スリー、アン、フォー、アン、ワン、ツー、スリー、フォー、アン、ツー、ツー、スリー、フォー、アン、スリー、ツー、スリー、フォー、フォー、アン、ツー、アン、スリー、アン、フォー、アン、ワン。それぞれのビートのところでこうアクセントを起こしていただくと、チャチャチャにこう上身が増すというか、曲かけていきましょうか。お手本、曲で、ね、そろそろ時間じゃないですかね。少しこう音楽の表現の変化が見られましたでしょうかね。じゃあ、はい、皆さんの番です。少しテンポを落としていただけますかね。はい、まず蝶ネクタイ外した方がいいかもしれないですね。ですかね。第3グループがね。はい、じゃあちょっと第3グループの説明させてもらいます。もうこの汗かちょっとこれで帰るのに大丈夫かな。ワン、ツー、スリー、フォー、アン、ツー。この時にもう男性は左手、女性の左手持っておいてくださいね。はい、もう一度いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、アン、ツー。そしてステップと同時に背中の後ろに回します。ツー、ツー、スリー。そうです。ここでセルゲイ・ソルコフ風に行くとホーって感じです。はい、あー、あれでおなじみのセルゲイ・ソルコフです。はい、もう一回いきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、アン、ツー、ツー、スリー、フォー、アン。ここで気をつけていただきたいのが、先ほどタイムステップで説明した体重の移動です。フォー、アンドというタイミングはチャッチャ、つまり2分の1拍、2分の1拍ですから、体をたくさん動かしてはいけません。フォー、アンというふうに、フォー、アン。そうです。もう一回いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、アン、ツー、ツー、スリー。ここは大きくです。
2,3 次は小さく4アンそうです。次は3,2またセルゲイ・ソルコフ3,4,4アン4アン。ここですね、男性の腕の見せ所。女性を右に移動させておきながら自分は左足に体重を乗せる。3,4,4,2,3。この体重移動が男性の見せ所であり、それができれば汗が止まらない。こんな汗かく予定じゃなかったんだけどな。誰かに煽られた気がする。いきます。1,2,3,4,2,2,3 小さく4,3,2,3 小さく4,4,1。まあ男性は左足に体重、女性は右足に体重で OK ですね。次の2で近づきます。2次の3で離れます。3そしてチャッチャー1チャッチャー1システマティックですね。はい、これが大事ですね。あと一つ、音楽表現のところに関して、サイドバイサイドからロンデシャッセをもう一回するところですね。ここで2小節目の2にアクセントを持たせるために、男性が女性よりも気持ち早くククカラチャを終わらせます。そして男性から来たククカラチャの波を女性が受けて2というステップをアクセントを持たせるという動作をやっています。いきますね。1,2,3,4,2,1,2。ごめんなさい、これが同じタイミングだと2がアクセントになりません。こっち向いてもらえましょうかね。おそんなに驚くことない。一緒のタイミングでやるとこうなります。もう一回1,2,3,4,2,1,2、ね、なるかないです。1,2,3,4,2,1,2,3。先ほど言いましたそのチャッチャというところの体重移動が少ないという話ですね。この体重移動の少なさが次のリードを作っているので、同じようにチャッチャというふうに動いてしまうと女性に次の動きが伝えられませんので、男性の方はほとんど止まった状態、体重の移動はあるんですけれども極めて少なく、ふむチャッチャッってやらないように気をつけましょう。もう一回やってみます。2,3,4,1,1,2,3,4,1,1ですね。はい、皆さんもやってみましょう。皆さんも先ほどのサイドバイサイドからロンデシャッセいきます。4,1,2,3,4,1,2、はい、できましたか。もう一回いきます。4,1,2,3,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 
モダンでもそうです、そしてラテンでもそうなのですが、基本的に、女性はステップを知らないということが、前提で、踊られているものだと思います。ですから男性が手を取ってチェックドフォワードウォークですよ、ウォークしていきませんよというのも男性が伝えなきゃいけない。2ですね。次に体重を後ろに戻しますよ、戻すんですけれども交代じゃないんですよ、その場でロンデしてくださいというのも男性が伝えなきゃいけない。2、3ですね。チャチャ、次のこのアクションも体重を移動してくるものだと女性は信じて動いてきます。
その女性が次に行かなきゃという気持ちを抱いてしまいますと、男性が早くする意味がないですね。女性に動きを伝えるという意味では、女性はこの動きを続けていく必要があります。ですから女性は男性を信じて次に来るステップを予測して動かない。もう一回いきます。2、3、4、来るんだけど違うよというふうに。わかりました。女性は基本的にですね、動きを止めないということが気をつけなきゃいけないところで、ちょっとその辺も千秋さんから説明してもらってもいいかな。すいません、私説明下手なので、まさきに急遽変わるかと思うよ知れませんが、女性の注意しなければいけないところというのは、先ほど瀬古の方から話があったように、動き続けないといけないということですね。なので自分でもちろん、もう練習からすごく何回何十回何百回と、もう自分のルーティンされているので、もう次が何が来るっていうのは分かってはいるんですけれども、必ずもう男性のリードを待つではなく、男性のリードに従うという感じですね。待ってしまうと自分の動きが止まるので、必ず自分のムーブメントであったりとか、その場のモーションができなくなります。なので、もし本当はこういうふうな次のルーティンって分かっているけれども、そういうふうに自分の体が動かないという時には、女性の原因ではなくて男性がそれを作っているので、男性の問題になります。なので男性の問題です。そうやって動きたいけれども、そう動かないという時には、女性の方は、ちょっとこれは、兄弟間のあれも出てくるかもしれないんですけれども、ちょっとこれは難しいかな、もっと何か違う方法がないかなっていうふうに優しく言ってあげる。そうしないとそうしないと練習が続かないので、皆さんも多分そうですね、確かに今男性の原因というのは一理あると思います。ただ女性においてもですね、これは兄弟間で公開で喧嘩してるわけでも何でもなくて正しい動きを行うということが前提になります。例えばウォークに関しても、ちゃんと足を、全身のウォーク、足を出して体重を移動して、ペンダラムアクションが起きて、ローテーションから足を抜くという動作をコンスタントに行えて、初めて男性のリードが受けられるということですね。その正しいタイミングから、正しいウォークのタイミングから来る正しいリードによって、女性はズクザカ、ここで僕は止めます。止めてもまだローテーションは続いています。うわっぱうわっうわっ、これが早く止めてしまうと移動がないですし、遅く止めてしまっても次に体が流れてしまいます。でもこれは女性の正しいクラチャのタイミングがあってのリードになります。ですからお互いに気をつけなきゃいけない、女性もそうですし男性も、というふうにまとめればいいですかね。まとまります、はい、ですので、もし、ラテンを練習している際にコネクション等でトラブルがあったときは、女性は黙ってウォークを続ける、男性は女性が思い通りにいかなければただひたすらリードのタイミングについて考えるですね。そういうことをしていただくと少し成長していくのかなと感じますし、今自分たちがやってることでもあるんですけれども、そういうふうにして2人でしか作れないダンスっていうのをやっぱりやっていくべきだと思います。男女が2人で踊るダンスですから、一人一人の踊りではなくて2人で一体感を作って踊っていただけるといいかなと思います。お時間はもうちょっとありますかね。あと15分あります。あと15分。分かりました。じゃあ今のもう一度おさらいしつつ、最初から皆さんやってみましょう。皆さんの覚えがあまりにも早いので、ちょっと僕の予定が狂ってしまいました。いきます。1、2、3、4。1、2、3、チャチャ、2、2、3、チャチャ、3、2、3、チャチャ、4、
2 and 3 and cha cha 1 2 3 4 and 2 and 2 3 cha cha 3 2 3 cha cha 4 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 and 2 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4 and 2 3 4 and 1ですね。やりにくいところ、分かりにくいところっていうのは皆さんの中でありますでしょうか。ある一人の方からの質問が集中しすぎてますので。あ、松本先生が、はい、気になるところが、はい、最後のリードのところ、はい、第3グループのところですね。あ、そうか、すいません、すいません。2 2 3 4 and 3 2 3、ここからですね、女性を体重移動させます。まあ、これは男性の体重移動から来るリードになりますけれども、そこから次の方向に右腕を使ってリードしています。もちろん右腕だけではなくて、体が動くことによって右腕にリードが伝わり、女性が右斜め前方にステップすることになります。2 3 4 4ですね。ここで4で女性に体重を乗せさせると同時に、男性は4 1、体重を右から左に即座に乗せ替えます。3 3 4 4 1、そうです、はい、1 2 3で切りますね。1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1、1 and 2 3 このフは、風で女性をリードするそうです、あーじゃないですあーではないですよ3ですね。3 4 1 andここからですね、男性はこの時に完全に体重は移動していません。はい、この2のところです。この次にエンドの時に体重をぐんと右足に乗せます。このぐんと乗せる動作が女性に次の方向に行くリードになります。ここでバンと体重を完全に乗せてしまうと、次の女性のリードが腕だけになっちゃうんですね。行きなさいと。そうではなくて、トン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 ですね。ここからグングンパン、このグンという動作が先ほど僕が言ったところです。ここであーって言ってくださいは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 いあーが長いです。今度はあーが長すぎますよ。あ飽きちゃった飽きちゃった2 3 4 and 3 2 3 4 4 and 2 1 3 4 and 1、分かってきました。おー、さすが皆さん理解力が早いです。松本先生、今のでどうですか、バッチリですか。ありがとうございます。他に今ののことに関して皆様からもし質問等ございましたら、答えられる範囲でお受けしたいと思いますが、プライベートなこと以外でお願いします大丈夫かな、なさそうかな。はい、じゃあちょっと地味に第一グループの説明を僕させてください。1 2 3 cha cha 2 2 3 cha cha 3 2、次の第三アクセント3アクセントを置きますので、女性の方向を変える。ハンダムターンで女性は
痛めの方向に向かって進んでいます。痛めの方向に進んでいる女性の方向をウォンと変える、これがアクセントになります。3、2、3、そして4、アン、アン、2。ここで気をつけるべき女性のポイントは、先ほど言いましたように次のステップがこちらの方向に進むからといって自分自身で方向を変えないこと。男性は正しいタイミングで、今のは間違ったタイミングです、女性がもう足出ちゃいましたからね、女性がエンドで体重を乗せた時に正しいタイミングでリードを行うことと、3の時に体は引かないことです。3は必ずミートします。後退のウォークの少し原則になるのですが、足の構造上脚の部分というのは足の後ろ側についています。ですから前進をする分には体が前に移行する分には人間が融通が効きますが、後ろに体が移行しようとしてしまいますとすぐ倒れてしまいます。ですから前傾バランス、前傾姿勢で足を抜くというのが後退の原則になります。その観点からいきますと2、次の3で体が後ろに行ってしまうと女性を自分のバランスで引っ張ってしまうことになります。そうではなくて次の3はほとんど体の位置を変えずに体重移動を行うことで女性とミート、ミートというのはぶつかることができます。そして女性を引っ張ることなく次の全身ロックに誘導することができますので、男性はそこを少し気をつけてみてください。じゃあやってみましょう。1パートだけいきますね。4 and 1 2 3 cha cha 2 2 3 cha cha 3 2 3 cha cha 3 2 3 cha。ここでミートしていれば OK。 してますか。はい、来た。はい、そしてチャッ、じゃあ女性を前進させて男性は足を揃えて次の方向にリードバン、そして女性をシンコペートの回転、男性はシャッセで女性の手を取るというのが第一グループのおしまいです。大丈夫でしょうか。もう一回いきましょうね。4 and 1 2 3 cha cha 2 2 3 cha cha 3 2 3 cha cha 4 and 2 and 3 and 4 and 1ですね。はい、少しずつグループの詳細が分かってきたと思います。これを、はい、ありがとうございます。これをじゃあ踏まえまして、もう一度今ならもう少しクオリティが高く曲に合わせられると思いますので、 With music please. Thank you boss.これでちょっとチャチャっぽくなってきましたかね。はい、お手本ですか。じゃあ行きましょう。
大丈夫ですかね、ちゃんとやってましたかね。ちょっとネタバレしちゃうんですけれども、最後のところですね、2、3、4、4&、あ、ちょっとやってなかったです僕。すいません、そこを一つ音拾えなかったのがちょっと残念です。残念なんで、ちょっと第3グループだけもう一回曲に合わせていいですか。すごく細かいところだと思うんですが、こういったクオリティを高めていくことで、そのたくさんいろんな音を表現することができたり、自分の表現の幅につながると思います。ですから2、3、チャチャチャ2、3、チャチャチャではなくて1、2、3、チャチャ2、2、3、チャチャ3、2、3、チャチャ4、あ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 
もちろんベースの1と3という大時代に表現はあるんですけれども、自分たちのオリジナリティとして、チャチャチャのみならずいろんな種目で、練習していただければなと思います。よろしいでしょうか。それではここでレクチャー終わりたいと思います。ありがとうございました。外組によりますチャチャチャのレクチャーでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。